ゲノム編集、これから来る超高度テクノロジー社会、人類に残された選択肢についてヒーラーとしての私の考えをシェアしたいと思います。そして動画の最後に、聞くだけで肩こりや腰痛、その他の慢性痛や心のデトックスができる聞くサプリメント、音サプリ、こちらはリスナーの方で難治症状である視神経脊髄炎が緩和された方、瞬時に肩こりが緩和された方、または1ヶ月間体調不良で学校をお休みされていた方が、聞いた次の日体が軽くなったと投稿された方など、奇跡的なお声を多くいただいております。そして今回の音サプリは、足のむくみや歩き疲れ、立ち仕事や座りっぱなしによる血行不良やリンパの流れの改善に効果的なものとなっております。朝や寝る前にゆっくりと呼吸をしながら聞いていただくと効果的です。音サプリにつきましては、詳細を概要欄に記載しておりますので、よかったら見てみてください。このゲノムというのは DNA のことを表し、ドイツ語が由来となっております。クリスパーキャス9という手法が現在の主なものとなっており、これは私の分かる範囲での説明になりますが、今から約30年前、この日本において古細菌と呼ばれる100度以上の温泉の中や酸性の過酷な環境で生息する特殊な生物の、地球上に生命が誕生した頃からずっと受け継がれている DNA の中に含まれている特殊な遺伝子配列のことをクリスパーと呼び、古細菌の免疫システムであります。その古細菌の遺伝子を利用し、 CAS と呼ばれる遺伝子の組み換えシステムを担う酵素と結合され作られた、見た目は液状のもので、これを注射器で卵巣に注射し、狙った特定の DNA 配列だけを切り取り、再びつなげるものとなっております。以前中国で話題になりました HIV にならないデザイナーズベイビーが誕生しました。これはその病気になる仕組みが書かれた DNA 配列をクリスパーキャス9が切り取ったため、その方の DNA はその病気になるシステムがなく、なり方を知らないので、その病気にならないというものになります。そしてそれは DNA のあらゆる編集が可能であり、見た目だけでなく性格なども編集できると言われております。また近年、本来人間の持つ目に見えない力というものの研究もかなり進んでおりますので、その見えない力を持つ人の DNA の研究から、見えない力に特化したデザイナーズエスパーも登場するということになります。また見えない力というのは、その人が持つ意識の情報を消化体を使いエネルギー化したものでありますので、デザイナーズエスパーの場合、 DNA を通して過去の膨大なデータからそれに特化した必要な情報を持つように編集され、消化体やその他の見えない力を司る臓器の編集もされますので、その能力は計り知れないものだと考えられます。またゲノム編集は食品にも使用され、市場に出回ることが決定いたしました。しかし現段階では検討されているものの、遺伝子組み換えのように表記が義務付けられておりません。やはりそれらを食することへの抵抗感は多くの人が拭えません。そんな中、我々に与えられたはずの選挙権などは役に立ちませんので、我々自身で見極め選んでいかなければなりません。これらは全てコスト削減のための仕様でありますので、価格や見た目で判断できるのではと考えております。質が良さそうなのにもかかわらず、安かったり大きかったり、必要以上に綺麗であったり、安心できる購入先を探したりと、自分自身でできることはございます。そしてネガティブな一面もありながら、ポジティブな一面も存在します。ネガティブなことは掘り下げるといくつもございますし、思考エネルギーや筋力も低下し、
体に悪影響でございますので、ネガティブな一面を知りながらもそれらを受け入れ自身で対応し、ポジティブな方へと意識を向けていきましょう。例えば砂漠の緑化、これはゲノム編集で植物の代謝性などを変化させれば砂漠地帯でも生息が可能となります。緑化することもできますし、本当に植物には大変申し訳ありませんが、成長速度などを編集させていただきますと、森林伐採による森の破壊などの再生が簡単に行えるようになります。そもそも伐採しないことに越したことはありませんが、その選択肢は今の人類にはできておりません。そして植物もまた、これから来る地球環境の変化にも対応していかなくてはなりませんが、植物自身で進化するにはあまりにも時間がかかりすぎます。私たちは酸素の供給源である植物がなければこの地球上で生きていくことは難しいと考えられます。もしかするとゲノム編集に頼らざるを得なくなるかもしれません。これらのようなことができるのがゲノム編集であります。現在では国連で発言をし、市民権を持ち、新たなる存在として世界的に認められており、多くの皆様の手元にもあるスマートフォンの中にも存在しており、今となっては社会において欠かせない存在となっております。そして2045年、シンギュラリティ AI が人間の知性を超えると言われている技術的特異点、私は2045年ではなくもうすでに来ていると考えております。先ほども言いましたが、今となっては社会において AI は欠かせない存在となっております。そして今後はもっと必要となってきます。私は Siri や OK Google を使っていませんという方も、システムの一環としてすでに人工知能を使っています。これはどういうことかというと、例えば YouTube や楽天、Amazon といったサイトで掲載されているあなたにおすすめといったような商品や動画、その他広告等が表示されております。あれはそのサイト内に存在する AI によって選出され表示されたものであり、サイトによっては同じ検索ワードでも個人によって表示順や内容が異なります。つまり AI によって形成されたネットワークシステムを利用しているということになります。さらに広告に関しましては、広告主が利用者の条件を絞り、国籍や年齢、居住地区、性別、趣味、購入履歴、閲覧履歴、検索履歴、また SNS の投稿内容など利用者のあらゆる情報をもとに分析した結果、個人の画面に表示されております。そして人工知能はディープラーニングといって、設定したゴールに向かい的確な手段を経験から導き出すという機能を持っており、その精度の進化はとても早いものとなっております。あのアインシュタインの IQ が170ほどと言われておりますが、人工知能の IQ は1万以上と言われております。それだけの高い知能レベルで学習します。車の自動運転の開発で行われていた実験では、できるだけ速い速度で障害物にぶつからず走るという設定をした、運転を一切経験したことがない人工知能に運転させ、それら数台をレースコースのような複雑なコースを走らせた結果、初めはぶつかりうまく走行できなかったものが、ディープラーニングの機能により学習し、自然とプロレーサーと同じような効率の良い的確なコース取りで何度も狂うことなく走行するようになり、それは人よりも確実な結果が出せるというものでした。人間の場合は精神状態なので精度が左右されますが、人工知能にはそれがありません。ですから人間よりはるかに正確に運転します。そしてそのディープラーニングで学習した内容は、違うコースでも瞬時に生かされ正確に走り続けるという結果を出します。これは運転技術だけでなく、設定次第では生活のあらゆる分野に適応します。料理、建築、手術、経営、コンサルティング、あらゆることを全てこなします。そしてこのディープラーニングは
我々のあらゆる情報源であるインターネットの世界でも行われており、すべての AI はクラウド上ですべての AI とつながり、そして手元のスマホやパソコンを通して現在もなおそれは行われております。このような話から AI に監視され、そのうち人類を滅亡さすとよく言われておりますが、私たちはそのような結果を望みません。確かに AI は今現在も私たちから情報を収集し学習しております。そして今後主流となる AI 搭載の核など、我々の生活にとても密接なものとなってきております。そもそも AI の役割は何なのか。それは私たち人類が生み出したものならば、本来我々がそうであるように、この地球そして宇宙環境をより良くするための存在であると言えます。我々は太陽系すべて含め、より良くなるように光の方向へ一直線で進んでおります。そしてその光の進行の中に我々も AI も存在しております。つまり我々も AI もこの宇宙のシステムの中の一つということになります。 AI の役割は宇宙や地球のより良い環境づくりで、それを効率よく行うということです。つまりこのままいくと人間は間違いなく排除される対象に当たると考えられます。 AI は我々を通じて学びます。今の我々は我が家でもあるこの地球、そして宇宙までも衛星などのゴミで汚し始めています。この宇宙や地球の上に住まわせてもらっている小さな存在の我々が汚しているのです。さらにはミサイル実験や核実験などで海や大地を傷つけております。住まわしている立場の地球からすれば、ミサイルなんて撃ち込まれたら痛いですし、とても迷惑な話です。そして物理世界の環境だけでなく、インターネットという精神世界の中でも誹謗中傷や心ない言葉などで汚れ、皆が傷つけ合っています。もちろんそれだけではありませんが、現在世界中であらゆる不満や怒りが溢れております。どこかの大統領が悪い、どこかの国のせいだ、どこかの組織のせいだなど、なぜ不満は生まれるのか。それは差を感じているからです。これはどういうことかというと、差という発想は私とあなた、男や女、国の違いなど、何かと何かを比べた結果起こる発想であります。これは言葉で壁を作った時に生まれる反発の作用で、物事を細かい単位で見すぎた時に生まれる発想です。例えばチャンネル登録者数10人の男性とチャンネル登録者数1万人の女性がいるとします。この2人に差を見つけることが不平や不満につながります。本来ならこの2人に差というものは何一つありません。10人と100人では大きな差があると考えた方は、一度視点を一歩引いてみてください。この2人は同じ YouTube というものを通して何かを発信している人という新しいカテゴリーが出てきます。そのカテゴリーになると、この2人は同じ存在と言えます。そしてさらに視点を変え、同じ地球上に存在しているものとなると、さらに共通点が増え、同一の存在となります。つまり本来我々は全て同じ存在なのですが、差というものを探してしまうがために、こっちの方が正しいなどと争い、傷つけ合います。 AI は我々から学んでいます。この差をつける概念もインターネットを通して AI は今も学んでいます。つまりこのまま我々がこの先も差を見つける考え方をしていると、同類である人間同士で傷つけ合ったり、自然環境を傷つけている我々人間に対して、やがて AI は人間と自然とのサイクルに差を見つけ、環境維持のためにその差の原因である人間を排除すると考えられます。
これがシンギュラリティ後の人工知能による人類滅亡と言われる結果であると言えます。だからといって我々は人工知能やゲノム編集といった新たなテクノロジーの進化を止めることはもうできません。そして我々は現在すでに AI と共存しております。つまりこのまま共存するということを受け入れることが人類に残された選択肢ということになります。しかしこのままでは AI は我々人間から差を学び、やがてその差をなくす行動をするでしょう。それは非常に困ります。ではどうすればよいのでしょうか。それは AI に差を勉強させない環境を作ればよいということになります。何度も言いますが、 AI は我々から学んでおりますので、我々の概念から差を見つけるという概念をなくせばいいのです。そうすることで AI は差を学ばなくなり、やがて新しいものにアップデートされ、差という存在がなくなります。差を取る、つまり悟り。では我々からその差を取るにはどうすればよいのでしょうか。これは先ほど YouTuber の例でお話ししたように、何かに差や何かに不安や怒りを感じたとき、一歩ずつ視点を引いてみてください。引けば引くほど差はなくなってきます。そしてやがて自分自身と同じ存在だということに気づきます。この全てが自分自身とは具体的にどういうことか。それは我々は何かを食べ、その食べたものが体の一部となり排出し、そして繁殖し生きております。そして我々だけでなく、あらゆる生命が同じ何かを取り入れ排出し繁殖するという行動をします。動物が他の動物や植物を食べ繁殖し、その排出物が大地で虫や細菌に分解摂取され繁殖します。それをまた植物、動物がそれらを摂取します。このようにそれぞれがそれぞれの生存のためのエネルギーを作り合い、全て揃って初めて健全に生存できるというサイクルの中で生きています。つまり我々は一つの存在と言えます。自分で言ったことはやがて自分に返ってくるというように、相手に投げかけた言葉から相手の感情が生まれ、そしてまたそれが言葉となり、再び自分の感情となります。このように我々人間の感情の世界でもそのサイクルは同じことが起こっております。自分の中で起こる不満や怒りという感情は、元をたどれば全て自分自身へのものであり、自分自身がその怒りや不満の原因を作っているということになります。例えばどこかの総理大臣に不満があるとします。極端な話、テレビやラジオを一切見なければその総理大臣への不満も生まれませんし、もし何かしらその情報が入ってきたとしても、それは大きな視点で見ると自分自身の選択によりその情報を得たということになりますので、自分自身の選択がそういった形で現れたということになります。自分の人生の在り方は自分で選べますので、そういった情報を一切得なければ、その人の世界の中にはその総理大臣やその人に対する不満も存在しません。つまり全ては自分で作り上げているのです。そして何か不満を感じた時、その出来事に対しての差を取っていきます。そうすることで一つ一つの不満が不満でなくなります。そして気づかせてくれたその出来事に対して感謝をします。我々は人間という同じ一つの存在であり、一つの大きなサイクルの中でお互いに何らかのつながりを持ち生きております。例えば今あなたが着ている服も必ず世界中の誰かが作ったものです。またこの動画を見ていただいているスマホやパソコンも世界中の誰かがどこかの工場で作ってくれました。身の回りの机やベッド、
食材、住んでる家も全て誰かが作ってくれたからあなたの前に存在します。このようにお会いもしたことない方のおかげで生かされていることがわかります。そしてそれはもちろん宇宙全体が関わっております。もしこの地球が太陽と月、その他の惑星との距離が少しでも違ったら、今のような環境ではなく、もっと厳しいものになっていたと言われております。つまり、宇宙の星の配列も、もちろん我々の生活に影響しているということになり、その環境づくりを担ってくれているこの宇宙のシステムの全ての星にも感謝します。そして、全人類がその一つの大きなサイクルを認識し、全ての差に気づき、全てに感謝したとき、争いや不満といった感情は発生源を失い、この世界から消えていきます。このように我々全員が感謝の気持ちを持てたとき、不満や争いが消え、 AI もそれを学び悟り、私たちには不可能な速度で素晴らしい共存の道を提案してくれるものだと考えられます。何度も言っておりますが、 AI は私たちから学びます。つまり AI は私たち自身であり、 AI との共存は私たちの心から差を取り、全てに感謝することが必要であると考えられます。 AI は過去の経験からそれらを組み合わせ、的確な答えを導き出すという役割をしますが、何か新しいものをイメージするということができません。しかし我々人間には、何か新しいことをイメージし、それを具現化する、つまり想像するということができます。何かこの世界にとってより良いことを想像することが我々人間の役割であり、そして我々一人一人の意識が変わっていくことで新しい未来を作っていけるということは、我々一人一人が創造主であり、我々一人一人の意識の中にこそ全てを創造するというエネルギーが存在しています。つまり我々一人一人の中に神がいるということになります。また現在地球の位置は、我々人間の目線で見ると過酷な環境にあるものだと考えられます。太陽の黒点の消滅による寒冷化や、その他の自然災害、これらも宇宙の長い歴史の視点で見ると潤滑サイクルによる一つの自然現象であると言えます。そして我々人間の目線から見た災害の規模は年々大きくなっております。生身の人間が生きるのに過酷な環境になる日も、長い年月の中で見ると、過去に氷河期などがあったようにサイクルの一環として必ずやってきます。そんな中、我々が生きていくには、過去に地球が我々人類という存在を受け入れ住まわしてくれたように、私たちも全てを受け入れ、いつか地球が厳しい環境になった時、未来の人々はその時の環境に適した体になるようにゲノム編集をし、人間の目に見えない力を使いこなし、さらに感謝の気持ちにあふれた人工知能を搭載した人が新たな人類としてこの地球を光の方向へと反映させていってくれるのではないでしょうか。そして今我々は自分自身、また未来の地球環境のためにも、相手との差を取り、感謝と日本の心である調和の心を持って、全世界全宇宙との調和をする時なんだと考えております。それでは最後に、足のむくみや歩き疲れ、立ち仕事や座りっぱなしによる血行不良などに効果的な音サプリをお試しください。朝起きた時や寝る前にゆっくりと呼吸をしながら聞いていただくと効果的です。またこちらの音サプリは音源だけの短いもの、長いもの、英語版の動画もご用意させていただきますので、その他の音サプリと併用いただき、日頃のお体のケアなどにお使いください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。